はい、こんにちは、ニャンスです。三類幼虫、サナギから、成虫になってます。ここは、前回1匹だけ、死んじゃったとこですね。3匹いて、大体 30g 以上だったとこです。やっぱりね、オスですね。で、これはもうこの部屋から出てっちゃったオス、ここに行ってます。で、ただダニがめちゃくちゃくっついてますね。真ん中辺なんかもぞもぞっていうの見えますよね。微妙にこう動いてるダニ、まだ、まあ一応これ起きてるっていうか、まあ、生きてるんですけれど、まあ、体が固まるまで、待っている感じですね。で、まあこの状態で、まあ、ダニを取っちゃうといけないので、ちょっと触らないで、ここで無理にダニを取っちゃうと、まあカブトもびっくりして死んじゃうかもしれないので、まあ、この状態で、置いときます。まあ体は、まあ、ざっと見どれくらいあるかな、65はあると思いますね。でもう一匹もこっち、いやーでもこれもダニがすごいです。この部屋の中、これもオス、まだ出てこないかな。出てくるときは本当前足を引っ掛けてよいしょって感じで出てきますね。去年動画で出してますけど、これもオスです。まあ動きはないですが、ちょうどね、梅雨に入っちゃったので、まあ、気温もそんなに上がらないんですし、まあ、ゆっくり出てくると思います。動きなし。ただダニが動いてる。立派ですね、オス。まあ角もね、こんだけビヨッとこう出てるので、まあこれもぼちぼち大きい魚、何ミリかはちょっとまだ分かりませんが、またしっかり動けるようになってきたら、サイズも測りたいと思います。綺麗な角ができてますね。まあ羽もちょっとあそこに内羽っていうのが見えるのが気になりますけど、まあこれもこのままいったらあれが中に入って綺麗になるのかもしれないですし、まあ、こっちのオスも背中も綺麗ですね。足もちゃんとありますね。徐々に立派なオスになることを祈ってます。ただこのダニだけはなんとかしたいですね。ほんと毎年ですが、ダニくんは多いです。動いてます。ではまた立
派なオスになって、動き始めたら動画アップしたいと思います。以上、ニャンスーでした。バイバイ。